林義正は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、外務大臣。内閣総理大臣臨時代理就任順位第3位。参議院議員、参議院外交防衛委員長、防衛大臣、参議院政府開発援助等に関する、特別委員長、同官太平洋パートナーシップ協定等に関する、特別委員長。 同環境委員長、内閣府特命担当大臣、農林水産大臣、文部科学大臣などを歴任した。学位は MPA。三井物産、三田交通、山口合同ガスを経て、政治家秘書となり、第17回参議院議員通常選挙で、初当選を果たし政界に入る。小渕第二次改造内閣と第一次森内閣では、大倉政務次官を務め、 1> 第1次、安倍内閣では内閣府副大臣を務めたほか、参議院では外交防衛委員長や政府開発援助等に関する特別委員長などを務めた。また、自由民主党においては、参議院議員副会長、政務調査会長代理、外交経済連携調査会長など要職を歴任した。 福田康夫改造内閣においては、防衛大臣、麻生内閣においては、内閣府特命担当大臣、第二次、安倍内閣では、農林水産大臣を務めるなど閣僚を歴任し、第三次、安倍内閣では、西川君也の辞任により、農林水産大臣に再登板することになった。厚生大臣、大倉大臣を務めた元衆議院議員の林、吉郎は父、 高祖父の林平志郎、祖父の林圭介もそれぞれ衆議院議員を務めた。大分県知事の広瀬勝貞は義理のおじにあたる。通算官僚である林義郎の長男として東京都で生まれる。1969年、父義郎が第32回衆議院議員総選挙に旧山口一区から立候補することに伴い、一家で、 山口県下関市へ転居し、下関市立文、関小学校に転入。1973年に、下関市立文、関小学校を。1976年に、下関市立日清中学校を卒業。1979年、山口県立下関西高等学校を卒業した。1984年、東京大学法学部。 第二類を卒業。1984年、三井物産に入社。商社内では、物資豚箱化に配属された。1989年に、同社大社、林屋のファミリー企業である、三田交通に入社、同社社長秘書を務める。1990年に、同社大社、山口合同ガスに入社。1991年4月、 アメリカ合衆国のハーバード大学大学院に入学。1992年9月、ハーバード大学ケネディスクールに入学。また、1991年9月より、米下院議員、スティーブ・ニールの銀行委員会スタッフを務めた。1991年11月に退職し、米上院議員、ウィリアム・ロスの国際問題アシスタントを務めた。 1992年12月、父の吉郎が宮沢改造内閣にて大倉大臣に就任したため大学院休学。帰国、大臣秘書官を務める。1993年、国会議員政策担当秘書資格試験に合格。1994年2月にケネディスクールに復学し、1994年6月に終了。 1994年8月、林義郎の秘書を務める。2008年8月12日、中日アメリカ合衆国大使ジョン・トーマス・シーファー、在日米軍司令官エドワード・エーライス・ジュニアと2012年9月16日、自由民主党総裁選挙の回答演説にて、石原信明、町村信隆、石橋茂、安倍晋三と1995年、 第17回参議院議員通常選挙に自由民主党公認で山口県選挙区から立候補し初当選2001年7月第19回参議院議員通常選挙で再選2007年第21回参議院議員通常選挙では自由民主党に逆風が吹く中山口県選挙区で民主党の徳倉隆子を大差で破り参戦 2012年8月、次期衆議院議員総選挙での山口3区からの立候補を検討するも、すでに現職議員である河村武雄がいるために断念。2013年、第23回参議院議員通常選挙では、現職大臣として選挙に臨み、民主党からの立候補はなく、圧倒的な得票数で4選。2019年、 第25回参議院議員通常選挙では国民民主党の大内和也らを大差で破り、5選。その間、参議院や内閣の公職を多く歴任している。1999年10月、小渕第二次改造内閣で大倉政務次官に任命される。2004年10月、参議院外交防衛委員長に就任。2006年、第1次安倍内閣では、 内閣府副大臣に任命された。2008年8月、福田康夫改造内閣で防衛大臣に就任し初入閣を果たしたが、福田康夫首相の突然の辞任に伴い、1ヶ月余りで退任した。2009年7月には、麻生内閣で内閣府特命担当大臣に就任。これは中川正一の辞任により、財務大臣。 内閣府特命担当大臣、内閣府特命担当大臣を兼務していた、与謝の香るの兼任を解くために行われた、補充人事であった。2009年8月、第45回衆議院議員総選挙での自民党、惨敗、野党転落に伴う麻生内閣総辞職により、今度も、在任期間は、短命となり2ヶ月ほどでの退任となった。また、党においては、 2009年9月、谷垣定一自由民主党総裁の下で、政務調査会長代理、参議院政策審議会長に就任。2010年、中曽根博文の参議院議員会長就任に伴い、参議院議員副会長に昇格。同年9月、政調会長代理に留任するとともに、当社同キャビネットでは、財務金融部会長として、影の財務大臣に就任。 2011年9月21日、当人事に関する中曽根への不満から、参議院議員副会長の辞表を提出。中曽根は辞表を受理せず、林を遺留する方針を取った。なお、当初、小坂健二参議院幹事長、山本和田参議院政策審議会長の続投を模索していた中曽根は、党内の反発を受け、一旦参議院幹事長を、 河野池義忠に交代させる人事案を図ったが否決されたため、参議院幹事長に、溝手県政、参議院政策審議会長に、岩木光秀を起用する新たな人事案を提示して了承され、林も辞表を取り下げた。2012年9月、自由民主党総裁選挙に立候補した。1972年に総裁選挙に、 推薦人制度が導入されて、以降、参院議員が立候補したのは初めてであった。2009年自由民主党総裁選挙に際しても、党内の中堅、若手議員を中心に林を擁立する動きがあったが、経験不足を理由に誇示している。総裁選では1回目の投票で27票を獲得するに止まり、5名中再開に終わった。 2012年12月、自民党が政権奪還後の第二次安倍内閣で農林水産大臣に任命され、2014年9月の内閣改造まで務めた。その後、公認を務めていた西川君也が2015年2月23日に辞任したことで、同日に公認の農林水産大臣として再び任命された。2017年8月3日、 加計学園をめぐる問題で、文部科学省のガバナンスが揺らぐ中、第三次安倍第三次改造内閣で、文部科学大臣に就任。参議院議員としては、異例となる5度目の入閣となった。2018年3月、文部科学大臣として、高等学校学習指導要領を改定。2018年10月の内閣改造まで務めた。2021年7月15日に、 記者会見を開き、近日中に参議院議員を辞職し、年内に予定される第49回衆議院議員総選挙に山口3区から立候補する意向を表明した。衆議院議員への転出については自由民主党、総裁選挙に立候補した2012年と2017年にも、地元関係者から期待する声が上がっていたが、現職の河村武雄の反発もあって、 2017年には自民党山口県連が候補者を一本化できず、党本部に白紙で公認申請し、党本部が河村の公認を内定したことで堅やみとなり、地元経済界の待望論を受け、今回は河村側の反発と保守分裂選挙を承知の上での出馬表明となった。前哨戦と位置づけられていた2021年の萩市長選挙では、 現職で林が支援した、藤堂賢治が、河村の弟で新人の田中文夫に競り負けたものの、出馬表明記者会見には、篠崎刑事宇部市長、藤田強に山陽大野田市長、篠田洋二峰市長、渡辺住田山口市長の、田中萩市長と、花田阿武町長以外の山口三区内の市長が顔を揃え、 山口県議会の自民党所属全議員からの支援を取り付けるなど、地元の総意を強調した。8月16日、三藤秋子議長宛てに参議院議員の辞職願いを提出し、辞職が許可された。10月13日に自民党本部で公認候補者調整が行われ、党本部が河村に対して、 衆議院議員総選挙への立候補見送りを要請し、河村がこれを受諾したと報じられている。10月31日の第49回衆議院議員総選挙において山口3区にて当選。11月10日、新たに発足した第2次、岸田内閣において第151大外務大臣に就任。翌11日に行われた外省就任会見で、 日中友好議員連盟会長辞任を表明した。2011年5月、ザンクトガレン大学にて2012年9月16日、自由民主党総裁選挙の街頭演説にて、性格は、立地的で周囲の信頼が厚いとされるが、思い切りの良さや突破力に欠けるとの指摘もある。2010年1月26日の参議院予算委員会において、 菅青と財務大臣に対する、質疑中、麻生内閣が編成した、補正予算を凍結することのマイナス効果を容認する、菅財務大臣の見解を正した林に対し、菅が、前政権の公共事業は1兆円投資して1兆円しか、効果がなかったが、現政権は異なるという趣旨の答弁を行った。これを受けて、林が、即座に、どうも、 上数効果のことを言っておられるようですが、子ども手当の上数効果はいくらと見積もっておられますかさらに、消費成功と上数効果の関係はと、事前通告のない質問をすると感が完全に答弁に急したため、関財務大臣には、大学の経済学部の一年生でも習う、経済学の基礎知識すらないのか、などと話題になった。自他共に認める、高知会のエースとして、 将来の総理総裁候補と目されることも多いが、参院議員であることが最大のネックとなっていた。父親の代から、安倍家とは同じ選挙区のライバル関係であり、関係は2代にわたり、良好とは言い難い。村上ファンドの村上義明は東京大学の同期で麻雀仲間でもある。評論家の宮崎哲也は友人。 浜田誠一、おこの儀八郎、松山誠二、松並健太と共に、議員バンド、儀 NZ を結成し、ライブも行っている。担当は主にボーカル、ギター、ピアノバックボーカルである。2019年12月3日、BS、日テレの番組、真相ニュースにマイケル・グリーンと共に出演。日韓秘密軍事情報保護協定問題を含めた。 東アジアの安全保障について議論にした。ピアノを弾ける。2004年、政治家の年金未納問題が注目された際に、年金の未納が発覚した。2015年3月に、政府から補助金を受けた企業から計60万円の寄付を受けていたことが報道された。続けて、地元、山口県の所在地が同じで同一の個人の会社である2社が、 合計200万円のパーティー券を2013年10月に購入しており、政治資金規制法22条の8で定められた、同一のものから150万円を超えて、政治資金パーティーの対価の支払いを受けてはならないに違反する疑惑がある、と新聞赤旗で報道された。林義政の資金管理団体が、林が農水省を在任中に、 女性スタッフが接客するキャバクラで飲食代を支出していた。2018年4月24日、当時文部科学大臣だった林が公用車を使って東京都内のヨガ店を訪問していたことが同25日に発売される週刊文春に掲載されるとして朝日新聞が報じた。報道によると林は4月16日午後2時半頃に公用車で ヨガ店を訪問して車を待機させ、2時間後に、再び公用車で店を出ていた。朝日新聞の取材に、政府関係者は、公用車を利用したこと自体は認めつつ、公務と公務の間であれば、運用規則に抵触しないとの見解を示した。2021年12月23日、山口県警は2021年の衆院選で、山口県第3区から当選した。 林義しの講演会の入会申し込み書を複数の県幹部を通じて職員に配り、氏名などを記入させた公職選挙法違反の疑いで山口県副知事と山口市幹部職員二人を書類送検した。24日、山口区県は公選法違反の罪で三人を略式起訴した。副知事については罰金30万円の略式命令を出し、 即日納付された。林屋は、称号を、大津屋と言い,い、下関で代々醤油醸造業を営む。また、バス事業者、三田交通、一般ガス事業者、山口合同ガス等の経営に携わっている。大津屋の起源は1717 17年で、天明年間に、初代、平次郎は交次から、赤間関に移り住んだ。高祖父、林平次郎、 ありがとうございます。